てください。はい、いただきます。いただきます。それ何本？幼稚園の4。うん、と4が2個だからね。数えて。1、2、3、4。そっちのテーマでしょ。5、6、7、8だよ。8本。8本。うちなってなるかどうか。もう作ってるかな。じゃあイカは何本でしょうか。え？イカの足は何本でしょうか。イカの足何本でしょうか。チクタクチクタクチクタク。わかった。はい、桃田さん。6本ブーん？ブー6本ブー0本ブーヒントはね、タコよりは多いよ。10本。お、正解。もっちゃん、レオ、正解。10本。うん、待って。正解。じゃあ、カラスの足は何本でしょうか。2本。2本。お、知ってんの？2本。2本。父の足は何本でしょうか。2個。2個。ね、こんなできない、子になる。ちょっと鼻の下で毎日出てるわ。スーピーの足は何本でしょうか。引っ掛けだよ、引っ掛け。2本。みんな2本だと思う。スーピー犬なんだよね。2本だと思う。4本。そう、犬は4本。スーピーちゃん今ね、母のところにいます。どうしてでん、でかい。うちしなよ。あとね、そっちにはね、いろんなね。ね、ちょっと映せないけど、パンティーあるから。パンティーあるから。父のパンティーあるから。お父のパンティーがあるから、ちょっと見えませんが。今日はね、母ちゃんの実家に行って、お片付けをして、いらないぬいぐるみとかをね、たくさん持ってきましたのよ。うん。いらないぬいぐるみ？捨てるとこだったし、あれ、持ってかなかったって言うんだよ。あと棚とかね。レオ、ちょっとほっぺ赤いけど、これは暖房の前にいたから赤いだけであって、熱があるわけではないよね。こっちのほっぺが赤いんだけど、ちょっとやってみるか。うん、ねえ、取れよ。スプーンあるか。皆様、ありがとうって感じです。皆さんはいい。レオさんだけですわ。バレちゃった。いつもチーズだけどね、今日ポテトと一緒にあげちゃった。あ、待って、あの、未来と量しかないんで見せないでください。2個しかなかった。あげたい。いいよ、買ってきたらあげるから。2個しかなかったの、ね、買ったらあげるから。それ5個入りだからさ、3人お弁当に入れたらさ、残り2個なんだよね。そしたらお姉ちゃんね。だから今レオと未来に行った。ポテト。
っとこのままだからギュッてしないと思うんだよ。左手でポテト食べるの難しいね。逃げてくね。あ、ないわ。36.5。あ、よかった。6.5? 9? うん、そう、ちょっと高めじゃない？料理して。あ、難しい。やいや、こい、うん、足置いとけばいいしょ。足置いとけばいいしょ。ポテト、こい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 。中にマヨンちゃんからメール来ちゃうかもしれないけど、まあいっか、うん、来たらマリオの音が鳴ります。でも音楽として聞いてほしいです、うん、でも止まんなくない？さっき止まんなかったよね。ずーっと鳴るのかな。エレカケかけます。気をつけてつけてね。ここここここ、ちょっと待って、もうこぼれてる。もっちゃん、開けるときだけやってあげる。かけるの自分でやってあげる。もっちゃん、開けるのだけやってあげる。かけるの自分でいいから。もうこぼれてきてるから。まっすぐ行かなかったんだ、これ。そういうときは反対から行くんだね。なんかね、上の方にね、これにも、パンパンって最初に下に下げてないでしょ。上の方に入ってるから。でも、入れるときにこうやってパンパンパンって下に下げないとさ、わかる？上の方にあったらさ、切ったときにこぼれちゃうからね。そんな持ち方でいいの？はい、今日はそのついでに近くにある用事があるために、用事があるため用事があるためにじゃないな、用事があるため行きました。で、大量にステーキのタレ、それはいいから、それはいいよ。はいいです。でね、トライアルにね行って、人が少ないのでね、あそこガチャガチャのところとかね、っていうか、あ、まあちょっと来てたから少しね、ほんのちょっとね、うん、だからガチャガチャをしたんっていうのと、うん、あと鬼滅の刃のチョコレートのなんかお菓子、うん、カードカード第2弾、うん、あと私の欲しいのがやってた。あ、そうだね、私の欲しいものがやってた。あとね、サーティワンじゃないや、セブンティーンアイスね、食べたのもね、うん、ほらえ、何アイス食べたじゃん、あれ意外と美味しかったよね、うん、夏だったらいいね。あの寒、暑い時とかね。これやだ。いらないの？じゃあもう匂うかな？なんでやだの？え、それさつまいも味だよ。これの中にこれは？いる？もう半分ならにあげて。いいや。なんでレオ嫌なの？いつも好きなやつだよ。塩焼きを食べます。どうして？やっぱり具悪いんじゃない？具悪いんじゃない？違うの？これ言ってごらん。ありがとう。誰の箸で置く端から箸にあげたらダメなんだよ。お口、あー、うん、美味しいよね、これおかしくない？わーけー、うん、美味しいはずのやつを嫌だとか言ってるからね、心配だね。ちょっとちゃんとギュッて、ギュギュして、あ、ギュしてって、うん、36.7 だ。下がってるわ。ただ疲れただけかな。はしゃぎすぎて。そうだわ。うん。もう疲れてるよ。ね、でもすごい未来の方にはみ出すぎだと思うんだけど、さっきからさ。いや、話すけど。ねえ。やめな。うん。ネッチのこと好きなの？未来だってさ、レオのお盆の方がはみてきたらちょっと嫌でしょ。あっち行けよって思うし。レオあれだね、誰かに来られたら来ないでよって言うけど、自分からグイグイ行くタイプだよね。うんうん、お姉ちゃんのスヌーピーちゃんだって。そうだね、うん、スヌーピーちゃんさ、レオお姉ちゃんが触ってたらさ、ダメだよ、まだ乾いてないじゃんって言ってるのにさ、レオはさ、レオがギュ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 ってつぶんで乾いてないのにやってる。ヨウちゃんに、ね、お友達に、ね、近づいてきただけでね、やめてよって言うらしいけどね、家でもさ、母とかにくっついてるの。黒は好き。黒の好きじゃないの？私は好きかなと思って。
ミラ好きなの？ネチン大好き。ミラ当たりって言うとやった。やった、当たり入ってる。ネチンも当たり入ってる。あ、もう1個当たり入ってる。2個も入ってる、やった。黒で何なの？ん？なんだろう、わかんない。まあ、知らないよ。変なところじゃないけどいい。もうさ、チミとかの小魚とかのさ、お魚食べるのにさ、そういうお魚あんま食べないよね。母がこう、おかずに出したお魚。え、好きだよ。じゃあ食べてください。え、それ、それ、それ。もーちゃんいつもちっちゃい魚食べる、青魚ある、小魚、うん、それの大きいバージョンと思ってよ、うん、好きなはずなんだけどな。うん、好きだよ。え、今好きって言わなかった、ね、また待ってよ。好きではないよ。好きではないけど体にいいんだよ、青魚とってもいいんだよ。血がサラサラになるよ。え、頭も良くなるよ。え、すっごく体にいいよ。ちょっと待って、血がサラサラ。え、サラサラ、血が強い、血の通りが良くない。血がね、サラサラじゃなくてドロドロだったら詰まってね、死んじゃうかもしれないんだよ。サラサラってすごくいいこと。血ね、まっちゃん思った方がいいんじゃない。もっちゃん、今日ね、クリスマスプレゼント届いたけどね、ちゃんともらえるかな、それとも悪い子にして母に返されちゃうかな。うん、ゆうちんはお金だから返されるとか返すとかもらえるとか、そういうのはまあないっていうかあるけど、あげないんだったら母がもらいます。母が、ミレイが悪いことしてお小遣いもあげないってなったなら母がもらって服買います。いや、そういうことね。悪いことってどういうこと？知らないけど。知らないんだって、お姉ちゃんはって言うからさ、お姉ちゃんの場合はそうなるってこと。服買うんだ。今欲しいものって言ったら服ぐらい。服だってない。だってさ、これいつから着てると思う？なんかクロバーからもらったんじゃなかったっけ？未来生まれる前かな。え、クロバーからもらったんじゃないの？買ってもらった。クロバー買ってあったのをくれた。意外と今も似合ってる。似合ってる。嫌いじゃないけどさ、どういう、嫌いじゃないけど古いよっていうね、こういう古いの服ばっかりだった。一番古いやつは中学校の時のもあるかな、まだ。うん、おもちゃん止まってる。この魚さ、なんかすごい柔らかくて、なんか好きかもしれない。かもしれない。うん、これサバ、サバの、サバの塩焼き、ただ焼いただけ。え、私食べれる。いつも食べてるでしょ。いつもさ、え、やだなってなってるもん。はむしろそれすごく好きなんだけど。多分魚の中でサバが一番好きなんだけど、お寿司だったら縁側かな。私お風呂、お風呂だったらサーモン。お風呂じゃない。今日はマグロ。ネチはね、お風呂お風呂入るとするならね、シャワーじゃなくてね、お風呂にゆっくり使ってね、お風呂をゆっくりお使いになられて。お風呂入るならぬるめがいいんでしょ。うんうん、暑いの嫌だ、冷たすぎるのも嫌だ、ぬるい。まあまあまあ、ぬるかったらずっと入ってられる。なんだかんだでやっぱりレオ一番かな。今日はサラダおかわりするのか、今日はしないのか。姉ちゃんじゃないの？え、サラダ、姉ちゃんサラダとこれとこれ、お寿司ではこれとこれどう。これでもご飯もほとんどないじゃん。うん、なんかご飯入ってた時にご飯外がついてるよ。チューしたチュー。何レオは、なんで不機嫌なの？何？あのね、おっきいぬいぐるみちょうだいって姉ちゃんに怒ってるの。あ、それで？それどこってんの？
ハムちゃんがいるじゃないか。はっきり言うけどね、あのね、ぬいぐるみね、2個、もし大きいのね、持ってね、寝るとしたらね、いやいや、こうしたわ。寝る場所なくなるから。あの、そうよ、1人でなきゃ絶対無理よ。未来と一緒にベッドで寝るとか、無理だよ。あんなの2個もあったら、1個なら1個とレオでギリギリぐらいでしょ。2個あったらもう絶対もう無理だよ。一緒に寝れないからね。1人で寝るならいいけど。ハム食べたい。ママに聞いてみたら？ママ、これ食べてダメだって、じゃあ今度買ってきたらいっぱいあげるね。いいね。ここ入ってるから、だってプレゼントも。じゃあいい。1個。ありがとう。食べたいじゃん。あ、食べさせてあげな、ナナにゃ。上手に。じゃあママ、どこ？うん、じゃあ半分半分。うん。落とす、落とす。ロナナにあげて。ありがとう。またね、また買ってくるから。これとあとグラタンコロッケとサツドラにしか売ってないからね。グラタンコロッケめっちゃ買ってきた。いや、めっちゃ買ってもね、入んないんだよね。今度もやちゃんラーメンくれるって言ったし。あー、ももちゃん抑えて見て、ふりかけここ服に落ちたよ。飛んでるから、ふりかけお盆にも。あら、なんかももちゃんの方が早いかもしれない。なんだ、ご飯遅くなってる。いや、なんか札幌にしかね、売ってないもの結構あるからね、ちょいちょい行くしかないんだよね。うん、お尻拭きも一番安いし。札幌って札幌しかないのかな。北海道か。向こうの方は松本九州とか行ってるのかな。夏季よ、札幌、サンドラ。みんな略しすぎだね。ん、札幌ドラッグストア札幌でしょ。サンドラック、サンドラ、松本清、松清、ドンキホーテ、ドンキ、びっくりドンキ、ビクド。じゃあマクドナルドは何て言いますか。マクド。マクド、うん、マクドって言ってる、うん、聞いたことないけど言ってる。あとのマック。マックって言ってる、うん、マックでしょ。大阪の人はマクドって言う。マク、マクド、マクド、うん、マクドナルド。いやさ、マクドナルドで訳したらさ、マクドナルじゃん。え、何？ん、何？マクドナルド、うん、マック。いや、そうだけど、マクドナルドで訳してって言われたらマクドになっちゃうよ。ドンキホーテはドンキになるっていうからさ。ドンキホーテね、なんか東京とかわかんない、北海道じゃない人はドンキっていうらしいけど、北海道の人は結構ね、ドンホっていうよ。ドンホ、ドンキホーテ、ドンホ。え、ドンキって言わないや。セブンイレブン、セブン、ファミリーマートか。ローソン、ローソン、ローソンそのままじゃ短いもんね。同様かどう、糸よ、糸よって言うでしょ。言わない。ミラがあまり名前自体言わないからね。マヨンちゃん、マヨ。マヨンちゃん、ペヨ。未来、ミーちゃんって言われてる時あるけどね。さくらちゃんからミーちゃんって言われてる。ね、ミーちゃんさーって言われる。ももちゃんはも、も、もっちゃん。もものすけとか。ナナはナナだよね。レオはレオ。もものすけ。レオ短くしようがない。もものすけ。もものすけとかももことかね。もっちゃん一緒に遊びましょうとかね。もっちゃんとか、もっちゃん、もっちゃんでしょ。最近みたいね。ね。じゃあもちもちもちもっちゃん。もうじゃあ使っちゃった。あ、本当だ。ね、じゃあでもサラダちょっと汚いんじゃない？スプーン使ってね。姉ちゃん、あとサラダだって。え、なんだ、もうこれ最後送ってる。え、いや、これない。しかも、綺麗。あはー、これ食べやったら綺麗に。姉ちゃんの早いでしょ。今日みんな早い方だよ。レオが遅いのかな、うん、そうかも。レオ、サラダもちょっとスプーンで綺麗に集めて。
リンゴもそろそろおしまいだよねって毎回言ってるわね。おしまいだ。柿もそろそろおしまいだし。いいな。な、何？何？なんかさ、何を？なんかじゃあ、柿とか食べてもいいの？柿とか食べてんじゃん。今年柿10個ぐらい食べたんじゃない？結構食べてるよ。姉ちゃんとレオ姉ちゃんね。うん。だって2人でベロッと食べちゃう。私は柿人生で一番向いたかも。ぼっちゃんペロと遊びなさ。ああね、今年トマトねとねキュウリ食べれるようになったけどね、柿とねかぼちゃ食べられなくなっちゃった。ん？今年ね、来年はどうかな。うん？うん？それね、皮あるのとないのあるでしょ。皮あったらいいかね、なかったらいいかちょっと分かんなくって半分にした。皮ってすごく栄養があるでしょ、うん、けどやっぱりいくら洗ってもなんか農薬とか体に悪い汚いものってさついてるでしょ。いくら洗っても取れないから、体にいいのを取るか農薬もついている皮を食べるかと思ったら、どうしていいか分からなくて半分にした。いいねそれ。いいじゃないか。体にいいけど、そう、半分は農薬もない、半分は栄養もあるけど農薬割る2 ね、歯が今日ジンマシンちょっと大丈夫なんだけど、何かしら。母の実家に帰ったからじゃないですか。あ、少しホッとしたのかしら。ホッとしてないわ。白じいがなんか肺がなんとかって言ってたから大丈夫かなと思って。うんうん、肺はコロナかかったらちょっとやばい。肺はやばいしょ、新型肺炎ウイルス。やっぱそう考えたらさ、温泉やめた方がいいのかな。うちらは楽しいかもしれないけどさ、もしそこでさかかったらさ、もう取り返しのつかないことになるしさ、まあ、だからといってさ、もし温泉行かないで次の年に行くとして、来年中にもしね、じじが亡くなったりとかしたら温泉行けばよかったって思ってるかもしれないしね。そこが分かんないんだけどさ、でもどうだろうね難しいね。もし温泉行ってコロナにならなかったらもうよかったで終わりだけど、もしもそこでコロナになったら、あ、行かなきゃよかったってなるし、もし行かないで白字がなったら、うわ、もうでもさ、やっぱさ、来年コロナとかまあ置いといてさ、来年になったらさ、今みたいに元気かって言われたらさ、もっとさ疲れやすくなったりとかさしてるかもしれない。どっかさお腹痛いとか、なんか軽くどっか悪いとことか あってね、元気に行けないかもしれないからさ、行けるなら早く行きたいって気持ちもあるよね。どうしたらいいのかわかんない。もしもう12月になってさ、1週間とか2週間ぐらい前になったらさ、もしもコロナの警戒レベルが3とか2とかに戻ったら行けばいいだろうし。でも戻ったらあるんだよ。じゃあ行かない。でも温泉とかでコロナ出てんのかな、そこら辺ちょっと見てみようか。温泉でコロナ出ないなら、何、おしっこ行っといね。いいよ、早く。なんか最近いつもおしっこ行ってますね。ギリギリだよ。いやほんと、もうちょっとしたらあれね、親戚会議しないとね。家族会議じゃなくて親戚会議。うんうん、メールでね。ももちゃんの分はあるでしょ。ももちゃんの分は足りるしょ。うん、じゃあ一緒。え、足りないの。そう、そんなになかったっけ。え、あ、なんだなんだ、やれやれ。うん、よかった。もうなくなったって。なくなったらね、また出すから、ね、大丈夫だよ。うん、あとでやっとく。あ、まだ一番じゃないか。もっちゃん来て、ごちそうさまするから。先にごちそうさましちゃって。そこで今、そこで知らなくていい。はい、ちょっと入っていないという変態が欲しい。はい、嫌なの。どうしてください。はい、ごちそうさまでした。ごち